え、なになに？なんか村が近づいてきたっぽい感じの音楽が聞こえた。どんな音楽だよって感じやけど。はっ。え、なに今の。なにさっきの。なんかすんごい。あれ多分動くやつかな。なんかさ、途中すんごいスローモーションならんかった？ねえ。あ、この辺から降りるってことか。そういえばそっか。なるほどね。なんか遠くの方景色続いとるけど、この辺下めっちゃ崖あったよね。なるほど、なるほど。ここ降りていくと。ひえー。さあ、行くぞ。これ上に上がっていくにはどうしたらいい？あ、そっか、ワープで行けばいいんか。なるほどね。ヘイ。ハイラルの大地。着いた。すげえ、なんかあっこだけあんなに盛り上がっとったんやね。どういう状態？ほんと。なんであの断崖絶壁みたいになったの？キツネ？あれ多分動物でしょ、普通に。ちょ、待って。どこ？やべえ、超騒いだ。しかも壊れた。あ、でも一応、キツネは気づいてないぞ。ちょ、待って、あの。違う、なんか一人でいろいろ騒ぎよるけど。どこだ？あ、ここ、ここ。違う、ここ、ここ。この辺で、ボコ弓。ちょ、どう使うんやっけ？あ、違う、違う、違う。ちょ、やめて。適当にその辺。はい、拾いまーす。これだ。ちょっとキツネさんごめんね。はっ。え、やっつけれてない。ちょ、やっつけれてないから、消えないで。キツネ。キツネ。あ、消えそう。どう？仕留めた？へえ、いねえ。あ、あっこにいるよ、あっこに。もうなんか全然違うとこ行きよるけど、私。はっ。あんなところにも。あー、くそー。逃げてく、逃げてく、キツネが逃げてく。もうどのキツネに放ったのかわからんけんさ。てか一発で仕留めれんのか、くそー。待てよ、キツネ。トンボとかも捕まえれるんかな、もしや。お。これは間違いなくさっきのキツネ。だってこっちに逃げてきたから。おっしゃ、仕留めた。キツネだいぶ可愛かったけどごめんね。獣肉。獣肉？なんだ、結局あれじゃん。イノシシと一緒じゃねえか。ち。まあ、でもこれで、食料手に入ったし。ん？あれは？何あれ？何あれ？でっかい獣の骨か何か？なんかよくわからんけど怪しげなもの。船っぽい感じかな？ちょっと待って。投げるのをやめるのはどうやってやるんだ？とりあえずこれで、旅人の剣を。そしてこっちの方向か。双子山を越えていくって言った。これか？双子山。お、なんか敵が出てきそう。あれは何？なんか今おらんかった？あ、キツネか。びっくりした。敵がおるかと思ったよ。キツネはまあ逃げていくだけやけんね。うんうん。もう逃がしてあげるよ。なんだなんだなんだ。びっくりした。やめてよ。うわ、しかも大群。え、何？何事？見えねえから、見えねえから。とりあえずなんか体力は何も減ってないみたいだけど。びっくりした。何？急に。キースの大群に襲われたんだけど。超不気味。なんか目が赤くなってたし。すっごい狙われとったよね、私。ん？キツネ？めっちゃびっくりしたんだけど、今。すごい、そろっと現れた。一瞬普通にあれだよ。ボコブリンの、
骨のボコブリンのやつかと思ったよ。名前なんて言うんかわからんけど。骨のボコブリン。お、この山を越えたところにあると言いよったけど、村なんて本当にあるのか？うわー、なんだなんだ、またしても。あ、見つかってないっぽい。なんかさ、普通に鳥と思ってしまうよね。その辺旋回してるの？やめてくれないかな。やめてくれないかな。ああ、向かってきそうな気がして怖いわー。こんな平地歩いてたら、向かってきそうな気がして怖いわー。あ！なんか橋かかっとるよ、あっこ。とかって敵がおったりしてー。大丈夫か。これ双子山のもう一つの山の方かな。この辺降りれる？あ、降りれる、降りれる。おうおう。うわ、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。え、何？君たち逃げるの？あ、頭が残ってる、頭が。ちょ、こら。転がり落ちてくみたいだから、まあ、あれはほっとこうか。え、これ何？え、絶対動くじゃん。あ、祠だった。バシエリア湖の祠。とりあえず目的地の方先行くね。びっくりした。あの、ガーディアンかと思ったよ、私。なんなの？なんなの？この地方、大群のキースがいっぱい現れるんだけど。最寄り橋。うわぁ、なんだなんだなんだもう。うわ、ちょ。ふざけんなし。あっこなんかおるよね。え、あれなんかおるよね。敵？世も末だぜ。なんか黄昏れてますけど。嫌な予感には慣れっこだけど、今度の嫌な予感はいつにも増して。はじしもさん。お前、見かけない顔だけど何者だ？いや、この辺キースの大群いるけどあなた大丈夫っすか？まあ、誰だっていいか。一人ごとにも飽き飽きしてたし、ちょうどいいや。お前は地面から生えてきたもの、見たか？あの塔とか？見たよ、見たよ。キノコじゃないぜ、塔の話だ。それもどうやらこの世界のあちこちで同じことが起きたらしい。おかしな話はそれだけじゃない。昔からある寂れた祠が急に光り出したんだ。わかるか？いよいよ世も末ってことさ。いや、わからねえ。まあそんなこともあって、あれの様子を見てたってわけだ。いきなり動き出しはしないかってね。あれってどれ？ガーディアンかい？あれって言ったらガーディアンのことだろう。お前ハイラルの昔話を知らないのか？あそこにあるのが見えるだろう。壺をひっくり返したような形のあれだ。実は俺、動き出したあれに見つかって追いかけ回されたことがあるんだ。私も、すぐそこのあれに？いや、そこにあるのとは別のあれだ。よね、じゃないとなんか、停止したっていうことに。ここから城の方に向かう途中にある森の手前だったな。見つかると赤い光が飛んでくるんだぜ。ああ、これで俺もおしまいだって、さすがにあの時は覚悟したね。それでもなんとかギリギリ森に逃げ込むことができたんだ。俺の運動神経が？いや、そうじゃなくてついてただけさ。なんでもハイラル城の周りには、そんなガーディアンがうようよいるらしい。お前も気をつけなよ。最強だな、この人。だって私もガーディアンあれ狙われたことあるけどさ、超怖かったし、お、焚き火があるじゃん。しかもいい具合に屋根もある。雨もしのげるね。いや、それはいいんだけど。ムラムラ。てか、ガーディアン見張り寄るって言ったけどさ、動き出したら何あの人やられるんじゃね？大丈夫？この辺の石持ち上げれそう。て。まあ、持ってどうするんだって話だけどね。特になんもないけど。え、なになに？なんか村が近づいてきたっぽい感じの音楽が聞こえた。どんな音楽だよって感じやけど。え、これが村とか言わんよね。あ、これ多分あれじゃない？ボコブリの集落。ボコブリンの集落、でかいな。え？何？ハイラルの大地に出たらやっぱりなんかこう、ボコブリンたちも勢力を増すのかい？寝てる。寝てるわ。あ、ごめんね、起こしちゃった。
壊しちゃったわ。おし、来いよ。え、気づいてなかった、気づいてなかった、こっちに。こいつ色違う。タピトの剣が壊れそうだ。壊れた。誰を呼び上がった。え、なになになに、矢か。くそ、撃ってんじゃねえぞ。なにあれ、誰。はっ、びっくりした、上まで狙えるんかと思った一瞬。ちょっと待ってちょっと待って、とりあえずちょっと回復させてくれる。んーとね、ハイラルだけ。ふう、敵の目の前で。はっ、あれ、あー、待って待って待って武器持ってなかった。畑のフォーク、てい、てい、てい。あ、すげえ、超つける。イエーイ、よし、この集落は制圧した。あ、これ何、ボコブリンの木も。ボコブリンを倒して手に入れたとても貴重な素材。ちょっと動いていて気持ち悪い。何か使い道があるかもしれない。動き4回。またしてもボコブリン、何、生命力強いな。ボコ弓、まあ武器も手に入れられたし。なんかその辺、あ、なるほどね、撃った木の矢がいっぱいその辺に刺さりまくっとんや。私がきっちり拾っといてあげるけんね。ん、そこのも拾いたいんだけど、あれは拾えないか。しゃが、間違えた間違えた。しゃがんだら入っていけないのかな。くそ、拾えないっぽいわあれは。なんかこの畑のフォーク初めて使ったけどさ、あ、これも取っとこ。焼き獣肉。畑のフォーク初めて使ったけど、いいね。超つきまくる、気持ちいいわ。オパール、ハイラルで取れる鉱石の一つ。あれかな？ボコブリンたちはこういう、鉱石を宝物として持っとんかな、みんな。とりあえず武器いっぱい壊れたけんね。なにこれ？ボコバット。ボコブリンが本能のままに作った武骨なコンボ。当たりどころによってはかなりの威力で構えた盾を吹っ飛ばすことができる。おー、いいね、いいね。イェーイ。じゃあその辺で光ってる食材とかも。お、今の虫か？虫取り網とかが必要なんかな？普通に、矢で撃ったんでいいんかな？この間矢で撃った蝶々は、え、何？動いてる？忍びたにし。淡水に生息する大きな巻貝、料理に使うと聴覚が鋭くなり物音立てずに行動できる。すげえ、ようになる。夜になるとホタルのような光を放つ。あ、じゃあギリギリ私見れたんや。もう夜が明けてきたもんね。なんか超光り輝いとったけんなんかと思った。あ、でも目的地はどこやっけ。こっちの方向か。あ、この水渡っていけばいいの。え、これ渡れる、流されない、なんか流れ早そうよね。ということで、これで渡っていこっかな。よいしょ。ちょっとでも危険と判断したらこれを使った方がきっといいだろう。という判断。イエーイ。なんか非常にめんどくさいな。なんかあれやね。なんやっけ。トライフォース三重視？あれで使いよった。うぅ。あぶねえ。あ、でも全然大丈夫っぽかったね、今。トライフォース三重視で使いよった。アイスロット的な感じの。こう、水辺を渡っていくときに。アイスロットやったっけ？ウォーターロットやったっけ？ウォーターロットだな。あれっぽい感じの進んでいき方。うん、なんか多分ね、これ使う必要なかったんやと思うけど。とりあえず使ってみた。多分出せる個数が決まっとんかな？ 3 つまでってこと？なんか出したら、
最初に出したやつが消えていっとる。お、何？風車あるんだけど。え、これ拾えないの？拾えないのか。何？村の飾りかなんか？かわいいって思ったんやけど、おぉ。チュチュたち。お、気持ちいいな、これ。ぐさっ、ぐさっ。よし。なんかちょっと平和な感じがしてきたけん、もうすぐ村に着くんだろう。何の音だ？特に何でもないんか。お、なんか光よる、光よる。どんぐりー。あ、鳥や。チキンが取れるよ、チキンが。木の実いっぱい落ちとる。回復に使えるね。こういうのちゃんと、お、これは？鎧だけ。傘がとても硬く発達したキノコ。その傘に含まれる成分は調理して食べると、体幹を強化する効能があり、防御力が増す。ふんふん。何あれ？え？何あれ？え？今の何？砕けたんだけど。これは多分全然関係ないんだろうけど。え、なんか光り輝く鹿みたいなのおらんかった今。え、違う？なんかちょっと見入ってしまったんだけど。さっきの何やったんやろ？ねえ、なんか。光り輝く鹿っぽいのおったよね、今。で、なんかこの辺でスンって消えていった。え、超気になるんだけど。え、風が強い。え？え、ちょ、風が強いじゃなくて。敵だ、敵だ、敵だ。びっくりした。デクナツ的なやつがおるってことか。めっちゃびっくりしたわ。あ、攻撃してくるの？攻撃してくるんすか？ちょ、待って。村の方向はあっちか？ちょ、無事に着きたいんだけど、あ！やめてくれ。恐ろしいわ。どこに隠れとるかわからんね、あんなの。ん？あれかな、村。え？あれ？違うよね。え？そんな開けた場所にないよね。え？これ？え？これなの？え？ん？え？どれ？いや、違う、ボコブリのとこだわ。またしても広いな。ちょっと待ってね。とりあえず、なんかさっきから虫が跳ねてる。回復しとこ。はい、食べまーす。オッケー。さあ、乗り込むか。またあの青いやつおるよ。てか村はどこだ？あっちの方？なんかあっちの方なの？ちょっと。とりあえずこの手前のやつ。え、何やってんの？魚取るの？こいつもしかして。はい、仕留めました。武器ポーチいっぱいか。絶対この魚仕留めようとしよったやろ今。へえ、ボコブリの生活がわかる。てかさ、一匹仲間がやられたのにさ、気づいてないってどういうことだよ。ちょ、待ってね。一応武器を構える間は。それ投げてくる気かよ。なんかさ、炎ついたやつで攻撃してくんだけど、こいつ。いやー、燃えてる私。ちょ、待って。はっ。ちょ、待って、一匹ずつ、一匹ずつ。危ないな。回復回復。よし、オッケー。ちょ、待って。樽投げるとかダメだから。はぁ！一気に？それ一気になの？プシューって言った。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。